はいどうも皆さんこんにちは。今回は鎖国についてお話ししていきます。江戸時代の外交政策というと鎖国という言葉が有名だと思います。日本が海外とのつながりを断ち切ったというイメージを持っている人が多いと思いますが、本当にそうなのでしょうか。もう少し深く理解するために当時の外交について詳しく見ていきましょう。1543年種子島に船が漂着しました。鉄砲伝来です。その船には南蛮人、つまりポルトガル人も乗っていたので、これをきっかけに日本はポルトガルと貿易を始めました。この頃に南蛮人と呼ばれていた人々はポルトガル人とスペイン人です。ポルトガル人はマカオを拠点としており、スペイン人はマニラを拠点としていました。日本から見て南側から来る野蛮な人たちということで南蛮人と呼ばれていたのですね。南蛮人は貿易とともにキリスト教の布教を行っていました。日本にやってきた宣教師というとフランシスコ・ザビエルが有名ですが、彼は先ほどお話ししたスペイン出身です。この頃の日本は南蛮人との間に友好的な関係を構築していたのですが、豊臣秀吉の頃に関係が変化し始めます。バテレン追放令です。九州征伐を終えて博多に立ち寄った秀吉が、キリシタン大名が土地を教会に寄付しているという噂を耳にしてキリスト教を禁止したという話ですね。といってもこの時はキリスト教は禁止するけど南蛮貿易は続けたいという考え方だったので、あまり効果はありませんでした。その後豊臣秀吉は明の征服を企んで大陸へと出兵していますので、明や朝鮮との関係も悪化してしまいます。そのような状況で天下人となったのが徳川家康でした。徳川家康が豊臣家を倒して天下人となった、この知らせは朝鮮半島にも届きます。となると朝鮮としても憎き豊臣を倒してくれた徳川とならという考えになりますので、国交回復はしやすいです。しかし日本と朝鮮どちらにもメンツというものがありますので、自分からは謝りたくないと思っていました。ここで動いたのが対馬藩の宗氏です。宗氏が統治する対馬というのはご覧の通り島なので平地が少ないです。つまり田畑が少なかったと言えます。そんな宗氏は農業で財政を成り立たせることができませんので、交易によって財政を成り立たせていました。要するに宗氏は生き延びるために朝鮮半島との交易を行う必要があったのです。なので朝鮮と日本の関係が悪化した状況は困った状況でした。ということで宗氏は日本と朝鮮との間を必死に取り持とうとしています。その際に宗氏は国書を偽造して、朝鮮に対しては日本が誤っていますという内容の手紙を送り、日本に対しては朝鮮が誤っていますという内容の手紙を送ったのです。こうして偽造された国書によって国交は回復され、文禄慶長の役で日本に連行された捕虜は朝鮮へと返されます。捕虜を全員帰国させた後も使節は送られ続けており、これ以降は仲良くしていこうという目的の使節になりました。こうして送られるようになったのが朝鮮通信使です。この朝鮮通信使というのは家光の代から将軍の代替わりごとに送られるようになっており、将軍には外国からも使節が来るんだぞという権威づけにも利用されています。さてこのように初期の江戸幕府は積極的に外交を行っていました。なんなら幕府の外交貿易の顧問としてオランダ人のヤン・ヨーステンやイギリス人のウィリアム・アダムズを雇っているほどです。ちなみに東京駅には八重洲口という出口がありますが、この辺りにはヤン・ヨーステンが住んでいたため、ヤン・ヨース、ヤヨス、ヤエスと言葉が変わっていき、ヤエスと呼ばれるようになったという由来があります。海外に対して友好的だった江戸幕府がなぜ鎖国へと進んでいったのでしょうか。この動画では鎖国に向かっていった理由を3つ紹介します。1つ目はキリスト教に対する危機感、2つ目は海外の事情、3つ目は国内の事情です。順番にお話ししていきます。まず1つ目のキリスト教に対する危機感についてです。この頃の日本にはキリスト教は外国の植民地政策の一つであるという情報が伝わっていました。つまり日本にキリスト教が広まったら外国の植民地にされると思われていたのです。さらにキリスト教徒が問題を起こした事件もあったので、家康はキリスト教に不信感を抱き始めました。こうして江戸幕府はキリスト教を禁じる方針を取ったのです。
この時のキリスト教の弾圧は非常に厳しいもので、宣教師やそれをかくまった人々が火炙りや斬首で大量に殺されました。このように幕府がキリスト教を危険視したことが鎖国の要因の一つとなりました。次に2つ目の海外の事情についてです。鎖国というと日本が自ら国を閉ざしたというイメージが強いですが、それだけではありません。外的な要因もありました。キリスト教は大きく2つに分けることができます。カトリックとプロテスタントです。名前を聞いたことがある人は多いでしょう。カトリックの国というとポルトガルやスペインを挙げることができます。この2つの国は動画の冒頭でお話しした鉄砲やキリスト教を伝えた国です。つまり信長や秀吉の頃に先に日本に来たのが南蛮人と呼ばれるカトリックの国です。反対にプロテスタントの国というとオランダやイギリスを挙げることができます。この2つの国は動画の中盤でお話ししたヤン・ヨーステンやウィリアム・アダムズの国です。つまり家康の頃に後で日本に来たのが弘毛人と呼ばれるプロテスタントの国です。この2つは共に争っていて、オランダ人やイギリス人がスペインやポルトガルは日本を植民地にしようとしていると言って日本に警告を行います。この影響で日本はオランダやイギリスと仲良くするようになりました。しかし次はオランダとイギリスの間で競争が起きます。この競争に勝ったのがオランダでした。こうしてイギリスは営業成績が悪くなったので自ら日本から引き上げました。こういった経緯で最後に残ったのがオランダ人だったのです。日本が海外とのつながりを断ち切ったというイメージが完璧ではないというのはこういうことです。日本がオランダ以外の国を締め出したというよりは、オランダが日本貿易独占に成功したという表現の方が正しいのです。このような海外の事情も鎖国の要因の一つとなりました。最後に3つ目の国内の事情についてです。これを理解するためには糸ワップ制度というものを理解する必要がありますので、そこから説明していきます。ある時海外からの船が長崎に到着しました。その船には生糸が積み込まれていたのですが、この生糸が売れ残ってしまったのです。これを聞いた家康はそのまま返すと今後生糸を持ってこなくなるのではないかと心配しました。こうして家康は仲のいい商人たちに声をかけて余っている生糸を全部買わせたんです。しかし翌年になると船は再び大量の生糸を持ってきました。こうなると日本国内で生糸は珍しいものではなくなってしまい、値段が下がってしまいました。つまり前の年に生糸を買わされた商人たちは損をしたのです。自分が買えと命じたことでその商人たちは損をしてしまったから、家康としては気まずいですね。ということで家康は今後このようなことが起きないようにするために糸ワップ仲間という団体を結成させて生糸の購入を独占させるようにしました。独占することができれば彼らが自由に値段を決めることができます。そうやって購入した生糸をその後国内に販売したのです。このような制度を糸ワップ制度と言います。もちろんですがこの糸ワップ仲間には幕府の役人が入っていますので、商人たちが価格を決めているというよりは幕府が価格を決めているという状況でした。こうして幕府は外国から生糸を安く買って国内の値段が高くなった時に売るようにしました。こうして幕府は利益を出していたのです。さてここからが鎖国の要因の話になっていくのですが、このようにして幕府が利益を出すためには幕府が商品を独占する必要があります。もしも別のルートで生糸を仕入れられたら価格操作を行うことができないからです。ということで各大名が大きな船を作ることを禁止したり、貿易を行える場所を長崎と平戸に限定したりすることで商品の独占をしたのです。このような国内の事情も鎖国の要因の一つとなりました。以上見てきたような3つの理由から徳川家光の頃にいわゆる鎖国令が出されます。最終的に日本人は全く外国へ行けないという状況になり、海外にいる日本人が帰国することも禁止されてしまうのでした。しかし長崎でしか貿易をしていなかったわけではありません。江戸時代の日本は長崎、対馬、薩摩、松前で交易を行っており、これらは4つの口と呼ばれています。ではなぜ長崎だけそんなに取り沙汰されるのかというと、4つの口のうち長崎だけが幕府の管轄だったからです。他の3つは当地の大名である宗氏、島津氏、松前氏が管理しており、
そこでの通商を独占して国外との交渉をしていました。鎖国というと閉ざされたイメージを持ってしまいますが、実際には4つの口を通じて海外とつながっていたということが重要なポイントなので、しっかりと覚えておいてください。さて、いかがだったでしょうか。こうして日本は鎖国と呼ばれる状態になり、以後200年余りこの状態が続いていきます。この鎖国政策を決定づけた有名な事件があります。ということで、次の動画では島原の乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。